どうも、山洲でございます。本日はですね、2022年8月14日、エディオンアリーナにて行われます、ボクシング日本ヘビー級王座決定戦のね、戦前をその方やってみようかなと思います。えっ、ー、とですね、田島光郎選手、K ワールド3ジム対、対イソンミ選手ですね、まあ、韓国人の選手ですね、まあ、この選手の試合が組まれておりますね。えー、田島選手に関してはですね、まあ、ボクシング好きな人たら知ってると思います。 まあね、トップアーマーの選手ですよね、えー、ライトヘビー級でアマチュアでかだいぶ活躍していた選手ですけれども、まあ、この選手が、まあ、プロ2戦目で、えーまあ、日本タイトルマッチを、えー、やるということで、まあ、その、ね、話をしてみようかなと思います。2戦目でタイトルマッチってね、まあ、現在、まあ、プロで1戦1勝 1KO ということで、アマチュアではです、ね、51戦40、えー、2勝9敗、19KO ということで、 なんか高校生ぐらいの頃は、なんかね、ライトウェルターだったかな。なんか64キロの階級だったっぽいんですけど、まあそっからですね、大学に上がりにずれて、どん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 こうね、上に上がっていって、まあミドル級で戦い始めて、で、そっからライトヘビー級っていう階級がね、アマチュアで、まあ日本でも、まあ認可じゃないですけど、試合をするようになって、大学のね、ボクシングリーグでも、ここ最近ライトヘビーあったかな。まあ、 どうだったかな田島選手が中央大学の時は、確かミドル級までだったんですけど、まあ、でもその時からね、全日本選手権では国体ではライトヘビー級って階級ができて、まあ、そこでね、えー、その階級で試合をするようになってということですね。で、まあ、そこから中央大学から、えー、福井県のね、体育協会かどっかに加盟して、まあ、福井国体で,で、まあ、優勝するということを目指してやってまして、まあ、見事優勝して、で、この度ですね、プロに転向っていうような感じで。 まあ今ここまで来たというところですね。まあ立ち上が選手に関しては K ワード3ですね。まあ昔のあのあれですね。最後ファイトクラブですね。今なんか名前が変わりましたよね。まあ亀田浩貴選手、まあ元チャンピオンか、が会長やってますよね。プロの成績は1戦勝1勝 1KO で,で、現在日本ヘビー級の1位ということですねで。アマチュアで5冠取ってます。まあ全部ライトヘビー級ですね。あ元中央大学のボクシング部。 で全日本選手権だったり国体優勝してますと。180センチのオーソドックスということで、ヘビー級にしすは、ね、かなり小さいですね。もうマイク・タイソン、マイク・タイソンとか確か180センチぐらいだったと思うんですけど、それぐらいの身長ですね。で、緑、まあ、ジムから、まあ、K ワールドの方に移籍してますね。まあ、田島選手といってやっぱスピードですよね。スピードテクニック、ディフェンス。はい。まあ、この辺がやっぱり、 あ日本人の選手の重力の選手はちょっと違うなっていうような感じですよね。で、YouTube の動画にも上がってましたけれども、ナスカーテ選手のボディがですね、全く効いてまだなかったですね。あ、ね、これだけやっぱ階級差があるとこうなるんだなと思って、全然効いてねえじゃんと思ってあ、すげえフィジカルしてんだなと思いましたね。 で対するイ・ソンミー選手、韓国人の選手なんですけれども、この選手は10戦7勝2敗1分け 2KO ということで、意外とヘビー級にしては KO 率低いですね。あんまり KO 勝ちしてない選手ですね。OPBF のヘビー級で12位。日本、あ、韓国ヘビー級のチャンピオンですね。1回防衛してるみたいです。182センチのオーソドックスということで、まあ、こちらもそこまで大きくはないですね、ヘビー級にしては。 前回、田島みつろ選手が戦ったのは、キム・サンホという選手なんですけど、この選手よりかは、まあ、間違いなく強いかなと思います。まあ、今回ね、日本に乗り込んでくるんで、このアウェイの地でですね、どういうボクシングができるのか。これもしですね、勝てればですね、結構日本での評価上がるんじゃないかなと思います。まあ日本で上がったところでちょっとどうなのかっていうのは感じたんですけれども、まあ今回はね、日本で戦ってくれるということですね。で、まあ戦前予想なんですけれども、まあ私の予想はですね、まあ、皆さんの予想通り、 田島選手の KO 勝ちかなと思いますね。やっぱ、イソンミン選手はやっぱ KO 率がですね、重量級の割にはかなり低いんですよね。まあ、この辺がちょっとね、ほんと田島選手に勝てるとしたらもうノックアウトぐらいしかないんじゃないかなっていうふうに思ったんですけれども、KO 率低いんで、ちょっとね、うん、なかなか勝ち目が薄いんじゃないかなと思いますね。で、特に田島選手はアマチュア時代からですね、ディフェンスが上手いんですよね。あんまりこう、 なんだろうな、重くしパンチをもらってるイメージがないんで、まあ、おそらくね、ダメージを負わずに勝利するんじゃないかなと思います。では、まあ、勝てば東洋ランク、イ・ソンミン選手12位なんで、東洋ランクが取れるっていうですね、まあ、日本タイトルも取れるんですけど、まあ、それ以上に東洋ランクは大事かなと、えー、個人的には思いますね。で、東洋チャンピオンは、このジャスティス・ストリニという選手ですね、6戦6勝だったかな、オーストラリアの選手。で、それ以外にもですね、東洋ランカーにはですね、ルーカス・ブラウン選手とかですね、ジレン・リャンジャン選手とかですね、 まあ世界ランカー、まあ、世界の、ま、中位階ですけれども、まあ、世界ランカーがですね、えー、何人かいますんで、まあ、この試合の後にですね、やっぱこう、世界ランカークラスとね、戦うところはね、いずれはね、やっぱ見てみたいなと思いますね。まあ、すぐにはなかなかね、難しいところはあると思うんですけど、まあ、いずれこうね、世界ランカークラスと戦ってくるところを、え、見てみたいなと、え、思っております。はい。えー、ということで、まあ、本日は、ま、簡単に、 まあ戦前予想していました。まあ、田島選手はですね、まあ、本当に日本ヘビー級で、まあ、世界取れそう、ちょっと難しいかなと思いますけど、まあ、前回、前回というか、前の日本チャンピオンの藤本京太郎選手よりかは、こうなんか世界に近いんじゃないかなと、まあ、個人的には思っております。はい、ということで、本日の動画は以上になります。よろしければ、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。それでは、バイバイ。